皆さんこんにちは、なるほどけんです。今日もにゃんこ大戦争で遊んでいきます。さあ、にゃんこスクラッチ行ってみましょう。猫缶、1等150個ですか。皆さんも何等が出たかよかったらコメント欄にお書きください。じゃあ行ってみましょう。これもう2等です。2等。あ、これどれか選ぶってこと？なるほど、3つ揃ったのがあれってわけじゃないですね。まあ2等出た時点でもう2等なんでしょうけど。さあ、ありがとうございます。ということで、にゃんこスクラッチと、あとはレアガチャ、行ってみましょう。ジミーさん大丈夫ですか？健康良くないですよ。超極猫体です。もう750猫間でいけるってことはもう行くしかないですね。10% ですよ、10%。最大ですよ、10%。もう消費中並みですね。みたまちゃんが欲しいですね。プロガオちゃん持ってるんですけど、今んとこプロガオちゃんのみしか持ってないので、さあぜひ入れてほしい。まあ、まずレアガチャから使って、レアガチャじゃレアチケットがいきますか。お、新しいこと出て、新しい子が出てる。イズちゃん、生産時間短めで攻撃頻度も多めのキャラクターと、属性を持つ敵に超ダメージを与え、体力低下で攻撃力が上昇する以下です。またこちらの方々も出ますね。さあ行ってみましょう。やってみましょう。元日早々、お年玉欲しい。さあ、猫アーチャーちゃん。いやー、これならあれですね、リアケード取っておけばよかったですね。先日回したばっかりだったんですね、4枚ほど使っちゃって。さあ、あー、出ませんか。まあ、これはあれですよね、雇用範囲ですけど。さあ、では、まず猫缶30回いきますか。そう、元日になるとこの猫缶半額が復活するらしいんですよ。なので皆さんもぜひですね、元日前、大晦日までに、猫缶半額、こちら使い切ってくださいね。 R さん情報でした。じゃあ行きましょう。年末最初の運試し、もうすでにもう3回ほどあれして、おー違う一瞬びっくりしたけど出てきて、もうさあ、ゆりき猫ちゃん、お、サーフィンちゃん、もしかして出ないパターンですかね。猫サーファーちゃん、ガンマンちゃん、海賊ちゃん、お出ました、ありがとうございます。何でしたっけ、お名前忘れちゃった。メギドラさんですか。さあ、と一体欲しいところ、ブリキ猫ちゃん、陰陽師さん、ハイターちゃん、あれ出ないですか。あー、残念。さあ、ということで今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。